最悪なサプライズ。現在最終章に突入し、白熱した戦いが続く僕のヒーローアカデミア。本作は完結に向かっていることもあり、様々な伏線が回収されつつあります。歴代継承者、爆豪さんのヒーロー名、ダビの正体などいろいろある中、青山優雅が内通者だったことは作中トップクラスの衝撃であり、多くの読者を驚かせました。そんな青山くんは現在展開中の第二次決戦で大活躍しており、今後も目が離せないキャラでもあります。そこで今回は青山優雅の言動を改めて考察することで、なぜ青山くんが内通者だったのか、今後の青山くんの結末を一緒に考えていきます。プレスルトラどうもくさんじです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は青山優雅の考察です。そもそも内通者だった青山優雅とは何なのか、彼の初登場から第二次決戦までの軌跡から青山優雅を考察させていただきます。では早速いきましょう。彼の初登場は雄英高校の入学試験でした。彼は飯田くんやうららかさんと同じタイミングで登場し、デクが躊躇したロボットを秒殺したり、リカバリーガールを解説するなど、モブの割に結構喋っていました。その後デクと同じクラスになりまして、彼の名前は青山優雅だとわかります。この名前は主人公デクの緑谷と対比して、青と緑、山と谷と真逆の存在で、表裏一体の関係があるとかなり初期から言われており、ホルコエ先生にとって大切なキャラだと予想されてきました。今になってみれば、その表裏一体の関係は金玉から個性をもらった無個性の青山くんと、オールマイトから個性をもらった無個性の緑谷だとも言えます。そんな青山くんは入学後ネタキャラでした。それはフレンチメルシー野郎、理解不能な自由人、そしてナルシストという一見薄っぺらい人物像がネタキャラの原因でした。そんな入学直後、青山くんが手引きした USJ 事件を迎えます。ヴィラン連合の黒霧は、先日いただいたカリキュラムではオールマイトがいるはずだとし、そのカリキュラムから USJ 事件の計画を立てたと言えます。そんなカリキュラムはいつゲットしたのか、そのタイミングは USJ 事件前に起きた事件、雄英高校のバリア突破事件だと言われています。そのタイミングで青山くんはカリキュラムを奪い、金玉に渡したと言えます。そして期末試験の演習試験では、うららかさんに、君、緑はいずくのことが好きなのと尋ね、観察力の高さ、察しの良さを見せました。これは彼が内通者として、大人すら欺いた彼の生きる術でした。そんな期末試験の後は林間合宿です。そこではヴィラン連合を警戒した学校側が合宿先を変えたりしましたが、ヴィラン連合が襲撃しました。この原因も青山くんだそうです。ここで見てほしいのはこの図で、昔僕が作った林間合宿の配置図です。詳しくは解説しませんが、青山くんはヴィラン連合の集合地点に近かったというのも興味深く、青山くんは葉隠さんと二郎さんのそばにいました。そして青山くんは爆豪と徳山くんを助けるため、ミスターコンプレスにへそビームを当てました。まあ偶然なのか必然なのか、近かったからです。そして林間合宿が終わり、爆豪は誘拐されました。場面はデクの病室で、爆豪を助けるのか否かの議論になります。ここで青山くんは終始異常な汗をかきながら、オールマイトに任せようよと無難な提案をしました。そしてオールマイトにより金玉は逮捕され、青山くんはこれで何事もなく、みんなと対等にヒーローを目指せると思ったそうです。そんな神の事件以降、青山くんによる裏切り行為はなくなりました。本当の意味で自由になった青山くんは仮面試験を迎えます。この仮面試験は青山くんにとってかなり重要な長編です。そこで青山くんは読者にモノローグを見せ、飯田くんへみんなと対等になりたかったと口にしました。このきっかけは、青山くんが一人で怯えて隠れているところを飯田くんが見つけ手を差し伸べたことです。この青山くんが怯えながら隠れるという行動は、林間合宿でも USJ 事件でも見せていた行動です。この怯えるという行動は、青山優雅という名前、そしてナルシズムから反した本当の人物像だと言えます。かつて無個性だった劣等感から、青山くんは金玉から個性をもらいました。しかし火力はあれど体に合わず下痢する没個性でした。これは結局劣等感を感じる結果で、個性をもらっても対等になれなかったはずです。そのため彼の拭いきれなかった劣等感と、自身の名前、親からの期待の差を埋めるための行動が自己肯定のナルシズムであり、本当の自分は怯えるような雑魚で自己肯定が全くない人間だったけど、みんなと普通でいたかった、対等になりたかった。
た。そして彼がヒーローになりたい理由は、自分の個性、ネビルレーザーを人々に認めてもらうことで、自分の個性、人間性が認めてもらえる。初めて対等になれる。それは承認欲求に近いものが彼がヒーローを目指す理由でもあるんでしょう。もちろんパパとママがしてくれたサプライズをみんなに共有したい。これもヒーローになりたい理由です。これが青山くんの魅力で、彼は超ヤバいやつだと思っていたら一番人間っぽさ溢れていたというわけです。そんな彼の魅力はこれだけではありません。仮面試験の次はインターン編で、彼は鎧武者の下でインターンをします。以前は A 組に情を移さないためか誰とも接しようとしてこなかった彼ですが、葉隠さんと必殺技を作るようになり、その必殺技で青山くんが確実に拘束された衝撃展開が待っていました。堀越先生はここまで読んでのインターンだったんでしょうか。そして青山気候編を迎えます。ここで青山くんとデクは仲良くなります。そんな青山気候編のキーワードはサプライズでした。彼はデクへのサプライズとしてチーズをあげたり、デクのベランダに僕は知ってるよ星とチーズを並べたりしました。このサプライズは両親が個性をサポートするベルトをプレゼントしてくれたのが嬉しかったからでしたが、僕は知ってるよ星というサプライズはデクの予測から秘密を共有したかった的な SOS だったことが分かりました。そんなサプライズからデクと青山くんが仲良くなり、青山くん目線は個性関係なく、サプライズだけで認めてもらえた初めての人間がデクだったとも言えます。そして青山くんは文化祭で友情を満喫したり、ネタキャラをこなしながらヒーローを目指していく道を歩みます。その途中では映画第2弾で Can't Stop Twinkling Super Nova という大きな見せ場をもらったりと A 組に馴染んでいましたが、終章開幕してからの青山くんは変でした。全面戦争で金玉が脱獄したからです。まずデク奪還作戦でその違和感がありました。先の爆豪奪還作戦でみんなが奪還に否定的でしたが、終章のデク奪還作戦ではデクの親友であるはずの青山くんは奪還に否定的な態度を示したり、デク奪還後に一度も彼に声をかけませんでした。そんな青山くんが心配だとインターンなどで近くにいた葉隠さんが気がついてしまうというのもまたおしゃれです。そんな彼が気づいた友情から彼は立ち止まることができました。青山優雅の手引きによって引き起こされた USJ 事件、林間合宿襲撃事件、そして神の事件、全てで命の危険にさらされた A 組生徒でしたが、みんな青山くんに手を伸ばしたわけです。ですが彼はその手を素直に握れませんでした。何度も裏切ってきたのにもう二度と裏切らないとは限らないから、そんな罪悪感に押しつぶされるなら静かに死にたいと語りましたが、相沢先生は一蹴しました。この先一生負い目を抱える生き方など、俺は生徒に教えない、惨めで情けなくても手を差し出してくれた友と歩めと友人との関係性が丁寧に描かれた相沢先生ならではの展開、これはみんながヒーローになるまでの物語。それは第二次決戦の開幕宣言につながります。青山優雅による宣言、これをアニメで見れる日をすごく楽しみにしているわけです。日本はまだ終わっていないと世界が知ること、復興の先に光があると日本が示し世界が団結すること、だから今日ここでお前を倒す、それが現在超白熱中の第二次決戦です。そして青山くんも満を持してボス戦が与えられました。植物系個性を持つタルタロスの脱獄国枝、彼は壁を前にメルシーと笑ったんですね。このメルシーをかっこいいと思える日が来るのかと、まあとんでもない自由人が最も不自由な人間だったというわけであり、さらに個性も持たない臆病者だった。でも個性と名前に見合う自分になるため必死に頑張る彼の今後の活躍にも目が離せません。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you soon. Bye bye.